ジョージ・リー・アンダーソンはアメリカ合衆国サウスダコタ州出身のプロ野球選手、監督、ニックネームはキャプテン・フック、ナリーグ、アリーグ両方でワールドシリーズを制した最初の監督となったジョージ・ナブルー・ブッシュ大統領と会話するスパーキー・アンダーソン、ヨギ・ベラ、2001年1953年にプロ入り、1955年にブルックリンド・ドジャースのマイナーチームから、 選手生活が始まった。1959年にフィラデルフィアフィリーズでメジャーデビューし、この年はレギュラー二類一種として152試合に出場するが、打率218本類打例に終わる。その後もマイナーでプレーを続けるが、メジャー昇格のチャンスはなく、選手としてのメジャー歴は1959年のみであった。1964年よりマイナーの監督になり、 1968年には、レッツのマイナー組織に監督として移籍。1969年には、サンディエゴパドレスのコーチとなり、翌1970年に、レッツの監督に就任した。1970年のレッツ監督就任時には、アンダーソンはあまりにも知名度がなかったため、マスコミから、スパーキー、フーと記事に書かれたことがある。高校時代の同級生だった。 広報部長がアンダーソンの監督としての能力を高く買っており、総支配人に推薦したのがきっかけだった。野球センスを口を極めて絶賛したところ、電撃的なアンダーソンの監督就任が決まった。そしてアンダーソンは監督就任1年目にして、いきなり102を挙げてリーグ優勝を果たす。しかしこの年のワールドシリーズでは、当時最強を誇った。 ボルチモアオリオールズの前に敗退する。2年後の1972年にモリーグ優勝するが、1972年のワールドシリーズでは、リック・ウィリアムズ監督のオークランドアスレチックスに敗退。アスレチックスはこの年から3連覇を果たすこととなる。1973年には地区優勝を果たすが、プレーオフでニューヨーク・メッツに敗れ、1974年には地区2位に終わった。 迎えた1975年、シーズン108勝を挙げ、リーグチャンピオンシップでも、ピッツバーグパイレーツに3勝無敗で、ボストン・レッドソックスとのワールドシリーズに進出。シリーズは、熱戦が続き、3勝2敗と大手をかけた第6戦は、延長戦にもつれ込み、12回に、レッドソックスの星カールトン・フィスクにさよなら本類打が、出て、最終戦に持ち込まれた。続く第7戦も、 接戦となったが、同点の9回表に、レッツが1点を奪い、ついに、ワールドチャンピオンに輝いた。翌1976年もシーズン102勝を挙げて、地区優勝、リーグ優勝を果たして、ワールドシリーズでも、ニューヨークヤンキースに4連勝して2年連続の、ワールドチャンピオンとなった。当時のレッツは、ピート・ローズ、ジョー・モーガン、ジョニー・ベンチ、ジョージ・フォスター、トニー・ペレス、 デーブ・コンセプシオンといったスター選手を揃え、ビッグレッド・マシンの異名を取る最強チームであった。1977年、1978年は2年連続で、地区2位に終わる。1978年秋にはレッツが、単独チームとして来日する。主な対戦相手である読売の監督だった。長島茂雄とも親しくなった。日本各地で強さを見せつけて帰国したが、 帰国直後に突如解任された。レッズの監督を電撃解任されて、約半年後、1979年6月14日に、デトロイトタイガースの監督に就任。タイガースを優勝争いができるチームにし、1983年は、オリオールズに次ぐ、チクニーと順調に力をつけた。そして1984年、シーズン最初の40試合で35勝を挙げ、 104勝58敗で地区優勝、プレイオフでもカンザスシティロイヤルズに参戦全勝してリーグ優勝を果たす。1984年のワールドシリーズの対戦相手、パドレスの監督は1972年73年にアスレチックスの監督としてワールドシリーズを制し、しかも1972年にはアンダーソン自身が敗れた相手のディック・ウィリアムスであった。このシリーズは どちらが勝っても史上初の両リーグでのワールドチャンピオン監督誕生となるシリーズだったがタイガースがパドレスを4勝1敗で下しアンダーソンは両リーグでのワールドチャンピオンを獲得した史上最初の監督となったこの年自身初の年間最優秀監督賞を受賞当時の主力はこの年 MVP とサイアング賞を同時受賞した守護神ウィリー・ヘルナンデスや エース・ジャック・モリス、四番、ホシのランス・パリッシュ、二塁手ルー・ウィテカーという劇種、アラン・トランメルのキーストンコンビ、右翼手カーク・ギブソン、ベテランの強打者、ダリル・エバンスら、エバンス以外は1950年代半ば生まれの、年齢的には、中堅選手であった。1987年にも、終盤の猛追で最後にトロントブルージェイズを交わして、地区優勝を果たすが、プレイオフで、 ミネソタツインズに敗退。この年2度目の最優秀監督賞を受賞。1988年には MLB オールスターの監督として来日して指揮を取る。1989年には負けが込んで体調を崩し、1ヶ月余り休養。しかし2年かけてチームを立て直し、1991年には打率がリーグ再開、三振がメジャー全体の1位。 投手成績のほとんどがメジャーで下から数えた方が早いというチームでブルージェイズに次ぐ2位と検討。セシル・フィルダー、ミッキー・テトルトン、ロブ・ディアーといった三振の多い強打者のなせる技であったが地区優勝まであと一歩と迫った。その後はペナントを手にすることなく1995年、限りで監督を引退した。1994年に232日間に及ぶ。 長期ストライキ結行された時には経営者側は代替選手の使用を強行しようとしたが、アンダーソンはこれに反対して経営者側と対立し、病気休暇に置かれた。アンダーソンのレッツ在籍時の背番号、10、新品木レッツの永久欠番に2000年指定、アンダーソンのタイガース在籍時の背番号、11、デトロイトタイガースの永久欠番に2011年、指定、2000年に、 アメリカ野球殿堂入り、2007年にカナダ野球殿堂入りを果たす、2010年11月4日、休会引退後に患らった認知症に伴う合併症により、カリフォルニア州サウザンドオークスの自宅で死去、76歳ボーアメリカ野球殿堂入りとともに、フルスレッツはアンダーソンの在籍時の背番号10を永久欠番に指定し、またタイガース在籍時の背番号、 11も、アンダーソンの死去を受けて、翌2011年に永久欠番に指定された。レッツ監督就任時にはヒゲを禁止させたため、この煽りで、口ひげが特徴だったレッツのマスコットキャラ、ミスター・レッツが、ヒゲなしのものにモデルチェンジされた。お気に入りのルーキーを、マスコミへのリップサービスを兼ねてベタ褒めしたが、褒められたルーキーは決まって対戦しないというジンクスがあった。 例えば1980年代半ばには、クリス・ピッターロー、今後10年は、私のレギュラーと、バーバロ、ガーベを、ロベルト・クレメンテの再来と持ち上げたが、前者は、メジャー3年間でわずか53試合の出場に終わり、後者もやはり3年間で、放ったアンダは167に終わった。1996年オフ、当時低迷していた阪神タイガースからオファーがあり、後に、 球団社長になる野崎勝義が交渉を担当し、契約合意寸前まで進めていたことを野崎自身が明らかにしている。しかし夫人が猛反対したため合意には至らなかった。1981年はストライキのため全後期にシーズン制となり、前期は4位、後期は2位。ありがとうございます。